では、じゃあ、こちらはパーナルチポスをご案内したいと思います。こちらは、まあ、予約や顧客カルテ、まあ、レジ機能をこう一気通んで使える経営システムなんですけれども、えっと、今日ちょっとご案内してませんが、この下にキャッシュドロワーですね。こちらが一体型のレジなので、こういった、まあ、表示機とレシートが付いているものです。こちらの予約表のスタート画面になっています。縦が、まあ、取り回さんですね。横が時間軸で、タイムチャートで動くようになっています。 で、こちらの使い方はですね、こう、受付、お客様のご予約の受付、まあ、えー、ご来店の受付をして、で、お客様がまあワンちゃんを預けて、えー、迎えに来てお会計をすれば、まあ、それだけで終わりと。その後、そのデータをですね、えー、自動的に活用して、まあ、お客様へのマーケティングで活かしていくという一連の流れになってますので、この一連の流れで一旦、まあ、どういうふうに使って、どういうデータが出て、どんな形で活用できるのかをちょっとご案内したいと思います。 で、まず受付なんですけど、どこでもいいのでこちらタップしていただきますと、登録されているお客様の一覧が出ます。名前、看板、電話番号ですね。こちらで検索できまして、えー、開くと、まあ、その方の、いわゆるカルテ情報出てきます。顧、えー、客台帳と言われるものですね。はい。で、こちらが、えー、お客様の履歴情報。そしてこちらがお客様の、えー、受付情報になります。いつ来られるどういうことやるとかですね。はい。で、このボタンを押すと過去の注文履歴ですね。前回とか前々回とか、全部出るようになっております。 こちらの画面自体は、クラウドシステムを採用しておりますので、POS の端末に限らずですね、ちょっとタブレット差し込みます。こんな感じでですね、スマートフォンであったり、タブレットだったり、パソコンであったり、インターネットが繋がる環境であれば、どこでもですね、カルテの編集等できるようになっています。ちなみにカルテに関しまして、今登録したやつですね、通常のこういった文字情報のカルテだけではなく、電子カルテと言われるものですね、写真を撮ったり、ペン書きしたりとかいうものができます。 お客様の履歴情報、そして問診の内容ですね。そしてカルテ、写真を撮ったりとか、ここで手書きもできますので、例えば、こんな感じですね。ああいうと。で、拡大ももちろんできますので、こんな感じですね。はい。これであの、ビフォーアフターみたいな形で、えー、お客様にですね、こう登録するようなことができるようになっております。で、これがあの、セットで付いていると思っていただければと思います。はい。 じゃあ、こちら、受付の方を戻りますで。こういった顧客台帳最初出てきますので、この後、料品選択ですね。ここにあとメニューの一覧が出ると思ってください。メニューのカテゴリーとメニューになります。えー、どれでもいいので選んでいただきまして、受付をすると、まあ、これであの予約したとか、受付したっていう状態になります。はい。見え方としましては、まあ、このトリマーさんにこの時間から、このお客様がこの内容をこの時間やると。で横幅がこれがまあ施術にかかる時間でして、メニューの一個一個に時間設定できますので、時間の縮尺は自動で取れるようになっています。 もちろんタッチパネルですね、こちらドラッグドロップで時間の変更、担当の変更、日にちの変更を簡単にできるのと、あとまあ時間をもうちょっと微調整したい場合ですね、長押しするだけでプラスマイナス5分単位でこんな感じで微調整もできるようになっています。で、これが今手で受付した方法なんですけども、これ自体の電話とも連動しまして、お客様からお電話がかかってくると自動的にこの辺りに電話番号を通知する機能がついております。 CTI というコールセンターとかでよく使われている顧客情報と電話番号ですね。これ紐付ける機能ついておりまして、えー、電話番号かかってき、えー、お電話かかってきた時に電話番号が出てきますので、ワンタップしていただくだけで先ほど見ていただいたこちらの画面ですね。これがあの受話器取る前に出てきますので、お電話取りながら、まあ誰からかかってきて、どういうことしたいのか内容をして受付をすると。はい。こんな機能もついております。はい。あとですね、今日ちょっとこちらでご用意してないんですけど、バーコードリーダーですね。 え、つけることができまして、物販とかもできるんですけども、後ほどちょっとご案内させていただくスマートフォンのアプリというものがございまして、そのスマートフォンのアプリで、えっと、バーコードを表示することができまして、それでお客様の来店の受付をするっていう機能もございます。はい。あとは、あの、ネット予約ですね。こちらは3つほどご用意してまして、えー、アプリから、そしてあの、携帯、ま、ケー向けからですね。あとは、あの、ホームページからやるネット予約システム。これ3つ標準機能でご用意しておりまして、かなり細かい制御が入って、ネット予約が入ってくる。 という形になります。まず、この4つの方法ですね。手で受付したり、電話トレンドをしたり、バーコードで引っ張り出したり、ネットヨークが入ると、まあ、この画面が埋まってきまして、で、これが、まあ、POS でも、タブレットの方でも、スマートの方、スマートフォンの方でも、パソコンの方でも、どこからでも確認編集ができるという形になります。はい。で、ここまで来ましたら、もう、あとは、お客様がですね、ワンチョクを迎えに来て、お会計をするだけです。でお会計するときは、お会計したいお客様のボタンですね、押していただきます。 こちらに会計進むってボタンがありますので、これを押すだけでもレジ画面に自動的に切り替わるようになっております。はい。で、先ほど受付した内容入ってますので、追加があればなんか物がったとかですね、ここで追加していきます。で、最後、お金の種類選ぶ画面です。現金なのかクレジットなのかとかですね。で、金賞は、えっと、現金クレジットに関わらず、電子マネーとか QR コード決済とかいくらでも、はい、えキャッシュレスの、はい、機能を追加することができます。で、ちょっと現金でいきます。1万2000円と。 お預かり金額というところにお釣りが出ます。確認してこのボタンを押すとキャッシュドラがガチャンと来まして、これで操作終わりです。はい。レシートが出たり、領収書が出たりとかですね。はい。これで一連の作業の流れが終わりますので、もう操作としてはもうお客様の来店受付をしてお会計するというすごくシンプルな機能で完結するようになっています。ただ、あの、我々この簡単な操作の中で、 いわゆるお客様へのマーケティングを自動化しようというですね、マーケティングオートメーションというのを入れております。で、今、ちょっと出てきてはないんですけども、こちら、QR コードですね、レシートにこう表示される仕組みになっておりまして、こちらをですね、スマートフォンで読み取っていただきますと、はい、こちらですね、はい、こちらがお客様向けのスマートフォンアプリになります。このお店専用のアプリになります。 こんな感じですね。で今、ここに、はい、サンプルの画面ご覧いただいてますけど、ここにある画像とかロゴとか、まあ、例えば店内の写真とか、お店の紹介文とかですね、これは画像とテキストだけ用意していただきましたら、10分くらいあれば、このお店専用のスマートフォンアプリが出来上がります。はい、でこちらでどんなことができるかといいますと、例えばお客様ご自身で自分のご来店の履歴、いつでも確認できたりとかですね。はい、あとあの、ポイントシステムも販売促進機能の 一つとして入れてまして、えー、まあ、ポイントの管理ができたりとかします。はい。あとはですね、まあ、都度払いの支払いだけではなく、複雑な支払い形態、例えば回数券であったりとかですね、えー、そういった複雑な、まあ、あの商品形態を作っても、まあ、消化未消化というような形で、まあ、チケットの残情報いつでも確認できたりとか、えー、回数券タイプだけのものではなく、プリペイドと言われるような自社金券ですね、こちらを作って管理するようなこともできます。 はい、あとは、ここからネット予約機能ですね。この黒いボタンを押すと、ネット予約の画面になっておりまして、はい、こちらですね。で、ネット予約の画面も写真等をご用意していただきましたら、こんな感じでですね、結構豪華な感じで作れます。で、予約の仕方は簡単になってます。選んでいただきまして、で次へ進むと、まあ、トリマーさんとかの一覧が出てきますので、こう選んでいただきますと。はい、そうすると、空き情報ですね。丸とかバツとか出てきますので、選んでいただきまして、確認して、最終的に OK と押せば、予約がこちらにどんどん入ってくる。 という形で、これも非常に簡単になっております。で、登録方法も非常に簡単になってまして、レシートに出てくる QR コードを読み取っていただいた後は、もうメールとか登録する必要がなくてですね、電話番号登録でできるようになっております。電話番号で認証して、会員アプリがダウンロードできるようになってますので、登録率も非常に高いと思います。 で、この登録したアプリの後にですね、この辺のデータを活用して自動マーケティングが走る仕組みになっております。まあ、予約の前日になると足日予約ですって自動でプッシュ通知で届くのは当然なんですけれども、 この方が来られなくなったタイミングですね。そのタイミングで自動的にこう追っかけていったりするような自動マーケティングもついていますので、この辺を一緒に活用していただくと、もう裏側でデータをです、ね、こう分析していって、マーケティングを行うというところまでできるようになっております。もう現場の方はです、ね、あまり意識せずに裏側でマーケティングが動くという仕組みになります、はい。長くなりましたけども、操作としてもこれで終わりになります。内容としましてはタップしていただいて、お客様情報を見つけていただきまして、受付をしますと。 でこの受付までの一連の流れを今みたいに手でやるのか、電話トレンドして出てくるのか、バーコードで引っ張り出すのか、ネットワークで入るのかの違いだけで、あとは、えー、ボタンを押してお会計すれば終わりというだけなのですごく簡単に操作ができると思います、はい。あとはですね、もう数字が出てくるだけになります。例えば、売上げの目標を設定しておくと、目標の進捗はリアルタイムに出ますし、ちょっと変わった機能がですね、えー、例えば、えー、事務用品で、えー、じゃあ100円ショップに行って、 え、文房具買いましたと。え、500円でしたと。これ入れていただくだけで、お金での管理はもちろんしますし、このように現金水悼帳は仕分け帳も自動で出力できるようになっていますので、まあ、経理との連携もすごく早くなるんじゃないかなと思います。合わせてですね、 スタッフ様のタイムカードの機能ですね。勤怠機能こちらもご用意しております。これはのパスワードでお一人ずつ管理する仕組みになっておりまして、あの紙のレタイムレコーダーをこう電子化したようなものですね。出勤した、退勤した、休憩入った、休憩出たと。これをやっていただくだけで、スタッフさんの働いた時間、他国の一覧、労働時間、そしてシフトを入れていくと残業時間まで全部出力できるようになっております。はい、最後ですね、こちら、レジ締めの機能になります。 でもちろんいろんな機能や情報が入ったシステムになってますので、このようにスタッフさんお一人お一人にパスワードをかけて権限の設定、レベル化の設定ができるようになっております。こういうふうにレジ締めできる人とかですね。はい。では最後、レジ締めの画面です。今、2つ数字、1万1340円って2つの数字出てますけども、基本的にこの2つの数字バラバラになります。上が本日の売上で、下が本日のこれ現金の残高になります。 例えば、釣り線準備金用意したとか、クレジットの決済が入ったとか、それだけで売り上げの動きとお金の動きってバラバラになりますので、わかりやすく二軸で出すようになっていますで。レジ締めはですね、1日の最後にレジのお金を合わせていただく作業になりますので、見ていただくのはこちら、下側の方ですね。こっち見ていただきまして、このボタンでキャッシュドラがジャンと開きます。開けたら下にスクロールするだけです。 そうすると、えー、キャッシュドラの中の、えー、禁止の枚数ですね。これ入れるとこ出てきますので、入れましたら、こらレジ締め終了です。当てるとちゃんとゼロになりますので、あとはレジ締めボタンを押せば、集計レシートが出て、電源切れて、1日の作業が終わるという形で、かなりシンプルに操作ができるものだと思います。でこれで今度どこまでのことができるのかというのが、今度こちらでございます。はい。今、ちょっと画面を変えますと。こちらですね。はい。こちらになります。 こちらの方をですね、こう入力してった、まあ、いわゆるこういった伝票データがですね、こちら、クラウド上に集計されまして、いわゆる経営者さんとかマネージャーさんに見ていただく経営管理システムの方にデータが集約される仕組みになっています。売上とか分析とか在庫とかマーケティング情報とかですね。はい、ではちょっと1個ずつ、はいろいろと見ていただきたいと思います。まずはですね、売上ですね。 え、伝票の一個一個がこう集約されると、まあ、お店の売り上げであったりとか、あとスタッフさんの売り上げも自動で仕分けしてきますので、スタッフさんごとの売り上げとかですね、レポートとかっていう形に出てきます。今のボタンたくさん出てますけども、この黒い枠ごとに実はジャンル分けされておりまして、こちら営業報告と書かれているこの枠がですね、いわゆるお店の売り上げです。日経表とか月報とかスタッフごとの売り上げですね。こちらが出てきます。で、お隣のレポートって書いてあるのが、その集計されたものを比較するとこですね。時間帯別とか曜日 というようよなレポートが出てききまますす基本的にはこの上の上上つでで十分売上管理できます下の方に行くとちょっと特殊な管理になります。こちらのグループ店とか展開している場合のグループ管理ですね。スタッフさんの売上ランキングとか店舗さんの一覧で売上を見ていったりとかですね。でこの右下、こちらですね。こちらがさらに特殊になりまして、こちらの現金以外の禁止の管理ですね。クレジットとか、あとは売りかけですね。 あの、未収金の設定とかもできますので、まあ、いわゆる現金以外の、え、後から入ってくるお金の管理をして、え、資金繰りに使っていただくというような内容になります。ただ、まあ、基本的にはこの上を2つ見ていただければと思います。では、具体的にどんなデータが出るのか。はい。え、実際の数字をちょっと追っていきたいと思います。はい。で、こちらがまず、あの、毎日毎日出てくる営業の日報ですね。日経表になります。もちろん日経表に限らず、月報でも、期間指定しても、伝票の1枚1枚でも全部出るようになってます。はい。 具体的なデータはこんな感じです。まあ、売り上げの目標を設定した目標ですね。実売上げ差額、禁止ごとの売り上げ。で、売り上げの区分ですね。都度払いの売り上げなのか、まあ、回数券なのか、物販なのか、車販なのかとかですね。区分ごとに自動的に全部分類されてきます。新規リピート性別別売り上げありまして、 あとは大きなジャンル分けしたい場合に部門というのも作れますので、まあ、部門ごとの売上げ当然ながらレジですので、えー、税率ごとですねこれ非課税も対応できますので非課税、課税、経験税率ですねそれごと,ごとに売上げが全部自動分離されますあとはお作りになったメニューのカテゴリーごとですね例えばカットのまあ売上高比率が何パーセントで客単価がどれくらいとかですねそういったものも全部自動で算出されるようになる はい。下の方に行きますと、まあ、割引があれば割引の内容とかですね。あと、レジ示しているとレジの中の禁止の枚数まで自動的に上がりますので、あの、紙出さなくても、はい、こちらのクラウドの方で管理できるようになっています。で、向かって右ですね。右の方に行きますと、今度はご来客されたお客様の集客状況ですね。新規の方が何人来て、客単価どれくらいだったとかですね。性別別でどうだったとか、そういったデータが出るようになっています。 はい。で、これらのデータから、今度はスタッフさんごとの売り上げですね。こちらもあの自動で仕分けできるようになっています。えー、例えば、こんな感じですね。A 先生、B 先生とか。で、こちらも日で見たり、月で見たり、期間ごとで見たりとか、伝票ごとで見たりすることができます。はい。 自動仕上げでスタッフさんごとの月の売上げであったりとか、先ほど見た売上げの区分ごと、メニューのカテゴリーごとですね。あとはまあ、この先生についたお客様だけ注意することができますので、例えばまあ、このトリりーさんについた場合に次回予約がどれだけ取れてるとかですね。あと、リピート率がどれだけあるとかっていうのも自動で算定できるようになっています。当然ながらこういった集計情報だけではなく、レポートとして、まあ、時間帯別とか、曜日別とかですね、昨対比でどうだったっていうのも出るようになっています。 はい、でここからさらにデータが加工されまして、今度分析に変わります。例えばこちらですね。えー、こちらが RF 分析と言われるものなんですけど、この丸の1個1個がこれ、お客様だと思ってください。赤い丸が女性のお客様、青い丸が男性のお客様です。これ、どんな分析かと言いますと、こんな感じでお客様自動分類してきます。ここに点々点あった方は、もしかしたらちょっと来ないかもしれないですね。ここだと、まあ、すごくいいお客様。 という形で、まあ、いくつかの指標からお客様の忠誠心を分類する機能になります。当然ながらですね、それぞれの、えー、グループクリックすると、まあ、そこに分類されている、じゃあお客様が誰で、えー、今まで何回来られてて、いくら使ってる全部出るようになってますで。そのままダイレクトマーケティング機能ですね。アテナ印刷機能もついてますので、例えばこのお客様にお手紙出してこうとか、メール出してこうとかですね。このままダイレクトにマーケティングできる機能ですね。こういったものをですね、分析と連動してたくさんご用意はしてるんですけども、 基本的にはです、ね、この辺りの機能はです、ねえー、本当にあの数字が好きな方じゃないとなかなかここまでこう活用しようと思いませんので置いてはいますけども我々がご提案するのは、まあ、ここではなく、まあ、これらを自動化するというところですね、はい、その自動化のマーケティング機能を2つほどご用意しています1つがこちらになります、はい、こちらですねステップという機能をご用意しておりまして こちらのアプリ向けのプッシュ通知でも、まあ、メールアドレス取ってのメールマガでもどちらでもできるんですけども、これ設定したことですね、来なくなった人自動的にお客様を追っかけていくという機能になっています。上にこの6個のボタンが並んでまして、下がこれお客様の来店の頻度になります。初めて2回目、3回目よく来られている方。まあ、ここが受けていただいた誠実の内容、買っていただいた商品ですね。それぞれの条件からお客様を自動抽出することができまして、 それぞれのお客様の区分に合わせてある一定期間来なくなった人予約しなくなった人その人たちだけを自動で。 出して、えー、いわゆる、まあ、プッシュ通知とかメールで追っかけていくということができます。なので、まあ、いわゆる失脚向けの自動マーケティングという形ですね。でちなみにこれ設定しておけばあと裏側で勝手に動くだけですので、えー、現場の方の業務負担もほぼ上げることなくデータの活用ができるようになっています。でこれがいわゆる来なくなる人向けマーケティングになりますので、でもう1つですね自動マーケティングをご用意しているのが、えー、こちらになります。今度は着ている人向けマーケティングですね。それがこちら マイレージっていう機能がございまして、これどんな機能かと言いますと、こちらのちょっと画面を見ていただくとわかるんですけれども、このカルテを開くと、お名前の上にこうプラチナ会員とかついていると思うんですけれども、これあの何かというと、こちらのこういった設定によって VIP 客を自動抽出する機能になっております。はい。 えー、例えばお客様の支払いの金額、もしくは来ている回数、もしくはそれらのクロス集計ですね、その条件に合わせてお客様をランキング化することができます。例えば過去1年間に100万以上使ってくれた方は VIP とか、80万から99万件じゃあ準 VIP とかですねで。それぞれの条件に合わせて名称を決めることによって、まあ、いわゆるお客様のレベル分けですね、えー、いわゆる接客のエコひいきのレベル分けみたいなことをするためのまあ機能だったりします。で当然ながらこれを え、符号化して、え、カルテにつけるだけではなく、そのお客様が来た時の自動特典をつけることができます。このグループが来た時に、例えばポイントが1.5倍になる、2倍になるとかですね。割引が自動で5%つくとか、そういった、まあ、いわゆる、まあ、VIP 客向けの特典機能っていうのもついてますので、えー、先ほどの、まあ、えー、お客様が来なくなりそうになったら追っかけてくる。で、来てる回数とか金額が増えていけば、こういうふうに、まあ、いわゆる融合をつけてあげると。 この辺がもう裏側で動いてきますので、まずはですね、会計をして、これらの設定しておいて、裏側で動かすということが、まあ、データの活用につながるのかなって思いまして、これがあの我々のご提案になります。当然ながら、他にですね、いろんな分析、マーケティングをご用意していますので、そういった自動マーケティングを通して、まあ、いろいろ慣れてきたら、ここを使ってもらうというのもいいかもしれません。最後に一つね、ちょっと面白い機能だけご案内したいと思います。こちらが、えー、っとですね、 お客様がどこから来たのかっていうのをこう判定する機能になります。ちょっと今期間を変えます。いわゆる来店経路分析ですね。世、えー、にある来店経路分析は、どの媒体から何人来たって本数ぐらいしか出てこないんですけども、我々の場合はですね、その本数だけではなく、その来店経路ごとの予約率とか、実来店率とか、初回の売上平均単価とかですね、その辺の費用対効果まで出せるようになっています。 で、現場ではお客様のカルテ登録時にないだってボタン1個押すだけでできますので、まあ先ほどの自動マーケティングを走らせつつ、まあ広告とかですね、新規の集客を見直すために、まあ月に1回2回ここを見るだけで十分データの活用できますので、こういったのをこう活用していただければと思います。はい。 ここまでご案内した機能ですね。これらが全部標準機能で入っているのがパーナレッジポスになります。はい。こちらの端末ではご予約の管理、そしてまあ、レジ、お金の管理をしていただきます。そうすると、その伝票データがこちらクラウド上に入ってきまして、えー、売上分析、マーケティングですね。これらのデータに加工されてきます。はい。あとは、あの、設定したマーケティングの状況に応じまして、来なくなりそうな人がいたらもう自動的に追っかけていくと。来ている回数や金額が増えていけば、まあ、自動的に得点をつけてあげる でその受け入れの窓口として、ネット予約があったりとか、アプリからご予約できたりとか、電話が鳴ると、こう、ポップアップとかしますので、また、ご来店受付して、お会計すれば、自動集計、自動分析、自動マーケティングと、でこれに在庫管理、勤怠管理、水道管理まで入った経営システムというのような、まあ、パーナルチポストという内容になります。以上でございます。